とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新ですね。また30回か。長いよ。え？いやいや、初めてのとこじゃない。何回か見たことある。まあ、特にいいのはついてないか。おいって、一発目からリープリーフ？なかなかやね。ちょっと待ってなかなかの場所だぞ。よし、ちょっと待って、場所が悪い。そこに弓が起こるか。ちょっと待って、なんかね、すごい戦いにくい。ちょっと待って、お前本当にまずこいつを倒しとかないとめんどくさいね。はい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 、なんかエンチャント入れていってもいいのかもしれないね、ここは。うん、 OK、 まあとりあえずクリアですね。そうか、何を入れるか、まあいいや、後で考えよう。おお、凍てつく金属片でもいらないか。あー、プレートアーマーすごくない？これ、最後まで使っていけそうな感じのプレートアーマーですね。とりあえず11入れときましょうか。 OK、 最初からクールダウンポーションバリアって、ちょっと待って、エンチャンターいるんかい、やめて。よし、 OK、いい感じじゃない。よし、 OK、 多いな、敵が多い。よし、いや、これめんどくさいシーズンになりそうだね。冬の指先だ。でもいらんかな、一応持っていくか。はい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 、危な。まあいいんじゃない。ああ、嫌な敵多いな。あと何がいる？あ、そっちにもいるんかい。すごいね今回の序盤。よし、難しくはないかもしれないけどね、敵が多い。いりません。で、ここね、ダメージ食らうなよ。どんなやつが出てくる？いや、30回長い、本当に。一応クールダウンから入れていくか。あ、いやー、勝て勝て勝て。よし、いや、これプレートアーマーじゃないと結構耐えれないかもしんないね。おい、結構つらい。でも終わり。よし、4回クリア。マウラーズ、なんかユニークやた、やたら出るっていうか、これすごいな。いや、防具が結構選び放題かもしんない、今回。いきまーす。いや、いい感じだね。クリーパー出る？どうだ？クリーパーがなんか出てきそうな気はするけど。
大丈夫か。ああ多いな敵が。敵がものすごく多い。よし、意外ともう結構硬いね。しゃ、終わり？これで終わりか。硬い。そろそろ武器が変わらないときついね。5回クリア。武器はなし。カバンか。一応持っていけ。お、弓がある。ここはラッキー。でも使えるやつがないとあんまり意味もないんだよね。すげえな本当に。これ航海員を最初から持っていくっていうのも一つの手かもしれないね。うん、航海員意外といいかもしれない。じゃあ違う、外れ。嫌なやつら。は、外れかい。よし、終わりか。嫌なステージが多いな。あー落ちちゃった。最悪だ最悪だ。まあいいや。219本。まあまだ多いって。すごいな、なんだこれ。サイズ変えていきます。で流れ込む魂がついてるのでつけようか。ガードストライクもつけていってもいいかもしれないね。はい、7回どんな感じ。はい、そっちか。流れ込む魂ついてるんでそう簡単にはやられなくなったね。じゃあいいよ、いいんじゃない。終わりじゃないよ、終わりかこれで。まあ今回意外と敵がまとめて出てきてくれるので戦いやすくはあるかもね。おーい、いい感じ。でもうん持っていかないとこ。初見ではね使いません。2回目からは使おうと思うけど、おしゃまりは2ぐらいで大丈夫でしょう。あっぶね、あっぶな、あぶね、あぶね。よし、こういう感じね。あー当たってないじゃんこれ。よし、攻撃力えぐい。終わり。よし、うん、なんか見えてきたぞ。あ、コグいいね。124本。まあまあ、持ちますね。で、金細工。これだろうな。でも、いいか。エンチャント全部入れときたかったけど。まあまあまあ、1ポイントぐらいいいか。いや、むしろもう、2でもいいかな？どうだろう。はい、では。なんだ、うっそでしょ、マジでか。これマジで時間かかる。あの武器を上げてきた方が、ああよかったのかな。あ、武器じゃないとこれ時間がかかりすぎてもうどうしようもないな。はい、倒しましたけども
長っ。これちょっとこいつを倒すの考えないといかんね。変えていきます。いやー、これはなかなか序盤からむずいぞ。一応吸血入れていこうかな。どうしたもんかねこれ。よし。でもね、このエレメントのカバンはね必要だったかも。うん、カバンがないとちょっと厳しかったかな。はいぞー、嫌なやつら。よし、そっちにもいるんかい。で、外れし、もうよし、めんどくせえ、ここ終わりか。いやー長い長い。ツインボー、いや、いらないな。そのまんま行きます。あ、で、ね、15回でちょっと前半は締めたいと思います。これは長すぎる、むちゃくちゃ長いよ。やばおおおお、凍ってない、凍らずに戻ってきた。すっげえなこれ。よし、すっごい数だ。よし、オッケー、終わりか。まだいる？ああ、そっちね。ちょっとこれ矢が意外と必要かも。序盤あれ落としたのもったいなかったな。怒りか。ああ、ダイナモ付き、悪くない。いやー、コグでいきます。乱射もいいけどね、今回はフルメタルにしようと思うんで、このまんまいきますね。おーい、すんごいな本当に。やばいやばいやばい。よし、いや、敵が一気に出てきてくれるのはねありがたいんだけど、多すぎる数が、ものすげえ数。よし、こんだけちょっと多すぎるとめんどくさいな。よし、あと上でおしまいか。よし、終わりー。まあまあ、とりあえず順調にはいってますね。いらんかな？あ、いや、アップドラフト持っていくか。うん、確実にダメージを与えれるやつを取りたい。あ、そうか、序盤釣り竿だ。釣り竿だったらば、うん、レイツもまあまあまあそれなりに早く倒せるんでいいか。うん、これ本当最初の序盤のね装備選びがかなり重要だ。じゃないとレイスが時間かかってしゃあない。よし、リーチが短いカバン、まあ、そんなもんだけど OK。 いいね、終わり、これで14回クリア。全体的に敵が多すぎる、いらんかな。うん、行きましょう。で、前半最後の15回です。
まあ、特に問題ないとは思うんだけども。出ないな。よし、よし。まだいるか。多すぎるって。雑魚が多すぎて嫌になる。よし、オッケー。出ないな、雷が。終わりか？いや、まだか。長えよ。よし、これで最後でしょう。長い、本当に長い。ああ、ここは、まあ、森の矢筒にしていきましょうか。はい。ではですね、今シーズンめんどくさいです。ものすごいめんどくさい。で、次は、16回から30回までやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。